ドバイショックは2009年11月25日にアラブ首長国連邦ドバイのドバイ政府が政府系持ち株会社ドバイワールドの債務返済繰り述べを要請すると発表したことに端を発し,発し世界的に株式相場が急落した現象であるドバイ信用不安ドバイ問題とも呼ばれる2008年9月のリーマンショック以降に生じた信用収縮により ドバイ経済の減退が懸念されていた中にあって、それまで、債務の確実な返済の意向が表明されており、アブダビの銀行からの資金調達を発表したが、その2時間後に突然この国の米要請が発表されたことから、投資家に衝撃を与えた。ドバイワールド参加のナキールが開発した、パームアイランド2009年11月25日、UAE を構成する主張国の一つである、 ドバイ政府がドバイワールドの債権者に対し590億ドルに上る全債務について返済期限を6ヶ月以上繰り延べることを認めるよう要請することを発表した。ドバイワールドはナキールタワーなどの超高層ビル建設や人工島パームアイランド造成などの大規模開発を手掛ける不動産開発デベロッパーのナキールなどを保有する政府の持ち株会社である。 ドバイは超高層ビルやパームアイランドなどの大規模開発を行うことによって急成長したがリーマンショックに橋を発する2007年からの金融危機によって不動産ブームが縮小したことなどによりその経済は急激に減速していたドバイ政府はドバイワールドとその参加のナキールなどの企業を含めた事業の再編に動きその手始めに返済延期を要請することを 発表したが、これは、ドバイ政府が大手政府系企業への財務支援を適切に行うことができなかったことを意味すると受け止められ、各格付け会社は25日、遅くドバイの債務格付けを引き下げた。ナキールと並ぶ、不動産デベロッパーであり、世界で最も高い超高層ビルである、ブルズ・ハリファを開発したエマール・プロパティーズも、ムーディーズによる格付けが非等的格級に引き下げられた。 翌11月26日の欧州株式市場ではドバイ政府が債務不履行を起こすリスクやドバイへの出資を積極的に行ってきた欧州の金融機関の再建今月期への懸念から銀行株を中心に株式相場が急落その影響は米国や日本など世界中の株式市場に拡大した日本では 中東などでの海外事業を拡大してきた大手ゼネコンなどを中心に株価が大幅に値下がる。これによりドバイのみならずアラブ市長国連邦や他の湾岸諸国に対する信用は急低下した。ドバイ政府は政府債発行による資金調達などの対応に努めたが、その後も資金調達が難航すれば金融市場への影響はさらに拡大する懸念が指摘された。 2007年からの金融危機以後、ドバイへの投資が衰えて、開発資金調達が困難になり、開発計画の延期が発表されるなど、目に見える形で経済の変調を見せていた。政府が株を持つドバイワールドと、傘下のナキールを合わせた債務は590億ドルで、ドバイ政府と政府系企業全体の債務総額800億ドルの中でも大きな部分を占める。 その中の35億ドルが2009年12月14日に返済期限を迎えるのに加え、2010年初頭に大規模な債務の返済が迫っていた。これまで期限通りの償還を確約しており、必要な資金を手当てするために200億ドルの政府債の発行を計画して、すでに2009年2月にアラブ首長国連邦中央銀行から100億ドルを調達していた。 11月25日には50億ドルの政府債を発行し、これをアブダビのアブダビ国立銀行、イスラム銀行のアルヒラル銀行が引き受けたことから、資金の調達ができたと発表した。だが、その2時間後、現地の市場が閉じた後に、12月期限のものも含めて、すべての債務につき、返済期限を2010年5月30日、加えて、 再建者にスタンドスティルすることを求めた。伝統的に中東と縁の深いヨーロッパ、中でもイギリスからは中東への旺盛な投資があった。ドル安を受けて企業業績の回復が期待され、中古住宅市場の販売数が増加に転じるなど明るさを示す経済指標が見られた。11月25日には2009年の最高値を記録した。日本では 大手ゼネコンが有望な海外事業先としてドバイ関連のインフラ整備事業を受注していたが、すでにドバイワールドなきいるの支払い遅延や、度重なる仕様変更に伴う追加工事の発生及び費用負担の問題などを抱えており、大手ゼネコンの財務基盤に深刻な影響を与えるのではと懸念されていた。メガバンクはドバイ関連へのエクスポージャーは、 欧州系に比べて少ないとされていたものの、1000億円規模の再建を保有していた。これらのことから、債務編サイクリのべ要請の方が流れると、大手ゼネコン株、三大メガバンクの株価は急落した。11月に入って以後円高が徐々に進み輸出を中心とする企業の業績が悪化する懸念から日経平均株価は1万円を割り徐々に下落していた。 20日に政府が発表した月齢経済報告に緩やかなデフレ状況にあるを盛り込みデフレを宣言した一方で日銀は同日発表した短観で景気判断を持ち直しつつあるから持ち直しているに情報修正した金融機関はドバイ向け債券の確認に動き出しドバイワールドが2008年6月に2年3年5年の タームローンを締結していたことが明らかとなった。イギリスの HSBC ホールディングスからの融資が目立って多く、英国の銀行を中心として欧州からの融資が多い。格付け会社はドバイ政府系企業の評価を格下げし、ドバイ債券の保証コストが高騰した。また、ナキール債は額面1ドルに対し80セントに下落した。また、債務返済繰りノべは、 債務不履行に等しいとの指摘もされた。なお、ドバイ政府が最大200億ドルの政府債発行の計画を示している一方で、母外債務の存在を指摘して、ドバイの債務は総額が900億ドルに上り、これに対して調達資金が不足するという観測もあった。仮に、ドバイ政府の経済が破綻しても、背後に莫大なオイルダラーを持つアブダビが控えており、 これが救済するとの見方もあるが、大規模な債務不履行に拡大する可能性も指摘される。また、膨大な債務を抱えた他の新興国の財政不安について懸念が波及すると指摘される。ドバイの発表を受けた25日の欧州の株式市場ではドバイ向け融資の返済が滞る懸念から金融機関の業績不振が危惧され株が下落し、翌26日から 日本の株価も下落した。日本のゼネコンがドバイに持つ債建の回収に危惧が抱かれたほか、国内に有望な大規模工事がなく、海外に市場を求めた戦略が不安視された。また、円高で輸出企業の業績が悪化する懸念から、日経平均株価は27日に300円下落した。米国市場は26日が休日で、翌27日に下落した。 ドバイ証券取引所は26.27日が祝日で週、なお週明けの東京、ニューヨークの株式市場は反発した。米国の低金利政策が長期化するという観測からドル安で推移する傾向にあったが、債務返済の繰り延べから欧州の金融に不安が生じて、ユーロをはじめとする多くの通貨が下落し、相対的に安全とみなされた円が単独で、高騰。 11月初めの1ドルイコール90円弱から27日には一時84円80銭になった。日本企業が想定した為替レートから大きく変え、週明けには86円から87円に下落した。ニューヨーク商品取引所において金先物取引相場が連日最高価格をつけ、26日には1オンス1 1 9 4 5ドルに達した。 ドルやユーロに対する信用が損なわれ、資金が商品市場、中でも金に流入した。イスラム教の休日が明ける前の11月29日、アラブ首長国連邦中央銀行は市場へ資金を供給することを表明し、再開する株式市場の沈静化を図った。一方で、ドバイ政府はドバイワールドの債務は保証しない方針を示し、事業再編への協力を 債権者に求めた。12月1日には事業再編の対象となる債務額が260億ドルになることが明らかとなり、また銀行団との交渉が行われていることが伝えられた。日本では第2次補正予算に円高対策を盛り込むとした。一方で公約を見直す方針も示された。日銀は12月1日に臨時の金融政策決定会合を開き、 金融緩和策として10兆円規模で、金利0.1%の3ヶ月貸し出しを行うと決定した。12月14日、アブダビ市長国政府は、ドバイ市長国政府に対し100億ドルの支援をお決め、同日召喚予定のナキールのイスラム債41億ドルの召喚に充当することとし、残りの金額をドバイワールドが2010年4月までに必要とする資金に充てることとした。 また、同日、アラブ首長国連邦中央銀行はドバイワールドに対してエクスポージャーを持つ国内銀行の支援を行うことを発表した。ありがとうございます。